僕あの Easy Do Dancers っていうあの TRF のモノマネのその集団というか知ってるんですかね皆さん。まあ一応あの僕があのボーカルの結城さんのモノマネを、うん、男なのになぜかやって高い声が出るっていうだけでやってまして、それがなんともう大阪のなんばグランド花月で、あのモノマネ新喜劇っていう、あの新喜劇をやった後にそのモノマネも芸人がいっぱい出てきて、でそのモノマネ芸人に対してその吉田豊さんが突っ込むみたいな。だって本当にやってる新喜劇のそう本当にやってるあの乳首ドリルすなとかあのギターの松浦さんとかの中で満席超満席うわーすごいでガリットチューさんチョコプラさんイージードダンサーズ大畑のお兄さんはいはいはい出てきてその後まあメインでいやもうモノマネ偽物ばっかりやないかいみたいなこと言った後に DJ コーが本人が出てくるうわーすごい DJ コーが出てくるんだよでそれ暇なの DJ コー DJ コー暇じゃないよ最近なんかめちゃめちゃ違うのあの新喜劇というかお笑いがすごい好きで DJ コーさんはそうなんだでもうなんか出させてほしいぐらいのことをなんか言ってたらしくてめっちゃミーハーじゃんでそれでいざやりますってなって、その本番始まる前になんか稽古みたいなみんなで集まって稽古するっていうので、でそれこそ DJ コーさんも、あの稽古参加してて、で本当にそのどんな感じなのかなみたいな確かに稽古のどんな人か分かんないもんねお笑いもだってそんななかなかできないでしょみたいな思ってて、で台本読み合わせみたいな時にえ次は誰やっていうセリフの後にもう DJ コースがヒヤ俺のせいヒヤヒヤヒヤ早っでもうそこで大爆笑よその稽古の段階で、まあ、そりゃそうだあもうそんな感じなんだみたいなもうノリ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 で挨拶した時も、もうあいつもモノマネさせてもらってますイージードダンサーズですお願いしますみたいな ありがとうねヒヤありがとうマジでありがとう感謝イエ言ってんの本当にいや嘘つけよマジでそんなヒヒ言ってる人言わないと思うじゃんてかやっぱもう根っからの DJ だから根っからの DJ だから聞いたことないね根っからの DJ それ出ててヒエヒエイエヒエヒエみたいな、であの松浦さんっていうあのギターのメガネとかいるじゃないですか、はい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 、松浦さんあの人の一発目のボケで、歌手の美和さんですかヒエっていうボケがもう面白すぎてどこがやねんみたいなとかがあって、でまあそれでまあ本番始まってでそのなんか乳首ドリルすなじゃなくて、その DJ コーがこうやったらチュキチュキチュキみたいないや乳首スクラッチすなっていう超ウケてそれウケるわめっちゃおもろいもんそれでその後になんかじゃあ俺の DJ プレイ見してやるよみたいな、で DJ コーがあのこの DJ プレイしてる中俺たちがあの歌ってみたいなこのやってもう最高の時間というかすごいねそれはもうイージードダンサーズのゴールというかゴールになっちゃってこの先ないでしょだって本人と会ったらねいやそうよでもちょっとすごいすごかったすごいな本人あれは本当に今年もなんか M1 出るとか言ってるからねあイージードダンサーズでそうDJ コーは出ない DJ コーは出る可能性もあるもしかしたら最悪じゃんそんな DJ コーが出た後にイージードダンサーズ最悪だよ絶対ウケないでしょだって去年ダンビナムーチョとイージードダンサーズ両方とも今3回戦止まりですごい俺も何とも言えないというかでなんか M1 のなんか本番中に、その CM の間とかにイージードダンサーズの予選の時の映像がその会場で流れてたらしくて、むっちゃ滑ってたらしい滑ってたんかいめちゃめちゃに滑ってたって言っててまあとにかくまあねいやすごいね両方頑張らないといけないですけどいい人だったなめちゃめちゃいい人でした DJ コーさん本当に